どうも、ねずっちです。ということで、今日は熊本県に来てるんですけどね、この後仕事なんですけども、さっきフラット喫茶店に行きましてね、そしたら店のご主人がね、熊本城の話をお客さんとしてて、その時こう背中のあたりをボリボリ書いてたんですよ。その時不思議に思いましてね、ああ熊本城の話をする時はやっぱり天守書く。ねずっちです。この話信じるか信じないかはあなた次第です。